私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。ピッチを縦横無尽に走り回るボールダッシュの達人、フラウブリッツ秋田稲葉修斗選手に話を聞きました。稲葉選手といえば僕の印象ですけど、はい、黒いですか？もちろんいろんな色履いてきたんですけど、僕スパイク結構磨くのが好き で、で黒ってやっぱ磨いたらすごい光沢が出るじゃないですか。あ、なるほど。で、はい、その使い古した感じのスパイクを磨いて光沢が出てるのがかっこいいなと思って、そこから黒に。福岡大学出身の前山さんもずっと走ってたなっていうイメージしかなくて、はい、福岡大学の人は疲れないんですいや、そんなことない朝練習がすごいハードで福岡大学は、はい、で陸上トラックに選手みんな朝6時半に集合して、はい、7から8キロぐらい走るんですよ。それサッカー部じゃなかったんじゃないですか？サッカー部じゃ陸上部の子たちもいやサッカー部走りすぎっていつも言ってるぐらいなんでよっぽどだったと思います。そんなのずっと走っちゃうんだからボールを奪うっていう達人に見えるんです。なんか奪うっていうのは僕の中で相手の心理を読み取ったっていう感覚なんですよ。で相手が感じてることとか考えてることを読んでこのプレーをしたから読み通りに僕がボールを奪えたっていうのが自分の中ですごい快感で、だからその快感をなんか味わうためになんかボールを奪っているみたいなのが僕の中であります。吉田語録と言われてますけど、はい、一番印象に残ってる言葉ってありますか？僕の中では人生の1メートルを頑張れっていう言葉がすごい心に残っています。あと1メートル2メートル頑張っていたらその失点はなかったっていう場面がミーティングであって、その時に人生の1メートル2メートル頑張るだけなんだからそのポジションに早くつくであったりその失点をしないためにっていう場面で出てきました。もう残り試合もあとわずかになってきましたけれども、やっぱ最後までこのやってきた培ってきた秋田スタイルっていうのを忘れずにそれを信じて最後まで戦い抜きたいなと思っています。稲葉さん、最後に一つだけお伺いさせていただきたいと思いますが、はい、スポーツの力とは？スポーツは新しい出会いであったりつながりができる場だと思っていて、そこで出会った人たちがまた新しい街を盛り上げていったり新しいビジネスを生み出したりと、まあ、そういう力があると思うので、スポーツは街の心臓のような役割を果たしていると僕は思います。ありがとうございました。ありがとうございました。スポーツの力。